せる手作りおやつ作り方をお伝えしていきますね。もう簡単にできてもとっても美味しいです。ぜひ作ってみてください。では早速本題に入ってまいりましょう。この痩せるおやつのポイントは腸内環境を整えてくれる食材かどうかということなんですね。あなたの腸内環境が整えば痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えて、しかも元気になっていつまでもこう居続けてくれる、そういう状態になると何が起こるか、あなたは自然と痩せ体質になることができるんですよ。でそこで今回使うメインの材料はこちらです。オートミールです。で今回私が使ったのは日本食品さんから出ているプレミアムピュアオートミールを使いました。あのすごくこう細かく砕かれていってこう大粒の感じではないので、すごく使いやすくて気に入って使っております。でこのオートミールがなぜあなた の, その腸内環境を整えて痩せ体質にしてくれるかということなんですけれども、ちょっと簡単にご説明しますね。まず白米などに比べてとにかく低カロリーなんです。また低 GI 値食品といいまして、あなた の, その血糖値の急上昇をこう緩やかに、ね、こう抑えてこう緩やかにこう上昇する食品ですから、結果どういうことが起こるかと言いますと、脂肪を溜め込みにくくしてくれることができるんですね。でまたタンパク質やビタミンやミネラル、食物繊維がとっても豊富ですから、あなたのそのこう栄養状態をこう正しくこうキープしながらですね、バランスよくしながらダイエットすることができるんです。ダイエットはやはり腸内環境は良いこと、そしてちゃんと栄養が取れているかどうか、この2つがもう絶対に外せないポイントですから、そこをカバーしてくれるのがこのオートミールなわけなんです。では早速材料と作り方ご説明していきたいと思います。じゃあまず材料です。で今回はまあ大体直径4センチぐらい の, あのオートミールクッキーのご紹介なんですけれども、それがね12枚作ることができる材料として、まあ、目安として参考にされてくださいね。で今回私は材料に選んだのがもう全部あなたの腸内環境を整えるものなんです。さつまいものソフトクッキーなんですね。では材料です。オートミール 30g、 無調整豆乳 50ml、 蒸したさつまいも 100g。 でこれ目安はですね、まあ、大体普通サイズのさつまいもの、まあ、1センチぐらいこう輪切りが、まあ、大体5つぐらいが、まあ、100g として、まあ、参考にされてみてください。あと蜂蜜、こちらも本当無添加のですね、蜂蜜を大さじ1、あとレーズン、これもできればオーガニックであるとか、あのオイルコーティングはしていない良いレーズン使ってくださいね、大さじ2杯と、あとシナモンパウダーが、まあ、お好みで、まあ、少々です。では以上の材料をご用意していただきましたら、次作り方にいきたいと思います。まず予熱したオーブンは180度で、15分から20分ぐらい、ちょっと焦げ目が軽くつくぐらいを目安に焼いてみてくださいね。では1つ目、先ほどのこのオートミールと無調整の豆乳を混ぜて、ある程度そのオートミールをふやかしておいてください。2つ目、作っておいた蒸しさつまいもをマッシュして潰してくださいね。そしてその下準備ができましたら、もう以上のこの全部の材料をもうボウルに全部入れていただいて、もうよーく混ぜ合わせてください。そしてあとは結構ね薄い方が食感もいいと思います。ソフトなんですけどね、クッキーの形に形成していただいて、先ほど予熱しておいたオーブンで焼いてくださいね。もう以上です。もうとっても簡単、もう本当ワンボールで全部できてしまうというですね、すっごく簡単ですので、ぜひぜひ作ってみてくださいね。でまたこちらの材料は全部その腸内環境を整えてくれたり、血糖値を緩やかに上昇してくれたりですね、あと体を温めてくれたり、もう腸内環境を整える、もうパーフェクト食材が全部入っておりますから、安心して召し上がってください。ただし食べ過ぎはカロリーオーバーになってしまいますので、くれぐれも美味しいので食べ過ぎには注意してくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回はあなたの腸内環境を整える食材を使った手作りおやつ
をご紹介しております。このことであなたは腸内環境が整って結果、痩せ体質になることができるので、ぜひぜひ作ってみてくださいね。美味しく食べながら綺麗に痩せていっていただきたいと思います。さあ、それではこのチャンネルではですね、このようなさまざまな腸活法、ダイエット法、健康法をお伝えしております。そのことであなたが長期的に健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひチャンネル登録や、こちら高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加くださいね。でまたダイエットに関して、健康法に関してご質問がおありの方は、こちら詳細欄に LINE のリンク貼っておりますので、ご登録後直接ご相談ください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。